カタール W 杯、日本代表が初戦で戦うのは過去4度の優勝を誇るドイツ。彼らはどのように準備を進め、日本に対してどんな印象を持っているのか。前ドイツ代表監督のレーブ氏に聞くとともに、現ドイツ代表指揮官であるハンジ・フリック氏の雑誌ナンバー掲載のインタビューも特別に無料公開します。全3回、シャープ1も。ドイツ代表の試合を見ると、 多くの人がまるでクラブチームのようだと感じるのではないだろうか。例えば攻撃では、躊躇なく縦パスを入れ、前線の選手がワンタッチで落とし、それを他の選手が前向きに受けて中央を突破していく。ドイツ語でシュタイルクラッチュといわれるプレーで、これを2、3回連続で行って一気にゴール前へ迫ることもある。ハンジフリック率いるドイツ代表は、 なぜこういううい連携をできるのだろうランキング高校野球大谷翔平遠藤航石川柊太阪神ラグビー日本代表サッカーサッカー日本代表ブンデスリーガシャープ1シャープ2シャープ3欧州サッカープレスバックナンバー遠藤はポリバレント鎌田はテクニカル久保は優雅前ドイツ代表監督が注目する 日本代表の5人とスペイン攻略法とは2022年7月19日11時1分鎌田大地や遠藤渡らブンデスリーガで活躍する選手は多いがレーブ氏らドイツ国内の指揮者も情報を得ているといえるアレクシス・メヌーゲテキスト・バイアレクシス・メヌーゲフォトグラフ・バイゲッティ・イメージズ・ジンパツイートシェア・コピーカタール・ W 杯 日本代表が初戦で戦うのは過去4度の優勝を誇るドイツ。彼らはどのように準備を進め、日本に対してどんな印象を持っているのか。前ドイツ代表監督のレーブ氏に聞くとともに、現ドイツ代表指揮官であるハンジ・フリック氏の雑誌ナンバー掲載のインタビューも特別に無料公開します。全3回、シャープ1も。ドイツ代表の試合を見ると、 多くの人がまるでクラブチームのようだと感じるのではないだろうか。例えば攻撃では、躊躇なく縦パスを入れ、前線の選手がワンタッチで落とし、それを他の選手が前向きに受けて中央を突破していく。ドイツ語でシュタイルクラッチュといわれるプレーで、これを2、3回連続で行って一気にゴール前へ迫ることもある。パンジフリック率いるドイツ代表は、 なぜこういううい連携をできるのだろうアドバタイズメント「アドスバイ」前ドイツ代表監督のヨアヒム・レーブにドイツ代表の強さの秘密日本がスペインとどう戦うべきか日本人選手の評価を尋ねた翻訳木崎慎也フリック監督と再会して語ったこととはから5月にベルリンで開催されたドイツ杯決勝であなたはフリック監督と再会したそうですね どんな話をしましたかまずはハンジが監督になってからドイツ代表が非常にいいパフォーマンスを見せていることをたたえカタール W 杯での成功を祈っていると伝えたよ普段からハンジとは頻繁に連絡を取ってアイデアを交換し合っているんだフリック監督はあなたが率いていた時と比べてドイツ代表をどの部分で成長させたと思いますかプレッシングとゲーゲンプレッシングだ これらの強度がが間違いなく上がったファンジはチームのために全ての力を出せるような選手7、8人を軸にしてインテンシティの高いプレーを実現している。そうやってうまくいっている中で、さらに改善しなければいけない点は。守備は固くなっているものの、簡単に相手にシュートチャンスを与えてしまうことがある。攻撃ではさらにオートマティズムを向上させる必要があるだろう。 ただ、試合ごとにそれらも改善されてきている。9月のネーションズリーグの2試合、ハンガリー戦とイングランド戦、と、W 杯直前のテストマッチを有効に使えば、非常に良い,い状態で W 杯を迎えられるはずだ。フリック監督は f i f a ウィーク以外にも、選手たちとオンラインミーティングを開いて戦術を浸透させているそうですね。代表活動が限られている中で、 非常に賢いいやり方だと思いましたその通りだオンラインミーティングがうまく機能していると聞いているさらに判事はクラブチームの監督たちとも頻繁に意見交換をしているそういう取り組みによって選手たちは戦術の細かいニュアンスまで理解できているんだスペイン日本コスタリカをどう見ているかドイツはカタール W 杯で日本スペイン コスタリカと同じ組に入りました。この E 組をどう見ていますかドイツとスペインがグループステージ突破の有力候補であることは間違いないただし日本とコスタリカにもチャンスがあるどちらもサプライズを引き起こすだけのポテンシャルがあるもう一つのインタビューで言ったように今回は W 杯直前の準備期間が10日間ほどしかなくどのチームも準備に難しさを抱えており 波乱が起きやすい大会になるだろう。それがいい組で起こっても不思議ではない。スペインは非常にビルドアップがうまいチームです。あなたのドイツ代表監督時代、スペイン相手にハイプレスを仕掛けたところ、完全に裏目に出て0対6で負けたことがありました。日本はスペイン相手にハイプレスを試みるのは無謀ですか私の個人的な意見では、 日本は自分たちの強みは規律ある組織的な動きだしっかりとコンパクトな陣形を作り相手にスペースを与えずカウンターを狙うのがいいと思うスペインにボールを持たれても焦らずに守れば必ずカウンターを仕掛けられるチャンスが来るその時に日本人選手の武器であるスピードを生かして一気にゴールに迫ればいい あとはいかにゴール前で冷静になって、シュートを決められるかだ。有料会員、最新、ランキング、高校野球、大谷翔平、遠藤航、石川修太、阪神、ラグビー日本代表、サッカー、サッカー日本代表、ブンデスリーガ、シャープ1、シャープ2、シャープ3、欧州サッカープレスバックナンバー、遠藤はポリバデント、鎌田はテクニカル。 久保は優雅、前ドイツ代表監督が注目する、日本代表の5人、とスペイン攻略法とは、アレクシス・メヌーゲ、テキスト・バイ、アレクシス・メヌゲ、フォトグラフ・バイ、ゲッティ・イメージズ、ジンパ、ツイート、シェア、コピー、その通りだ、オンライン・ミーティングがうまく機能していると聞いている。さらに、判事はクラブチームの監督たちとも、頻繁に意見交換をしている。 そういう取り組みによって、選手たちは戦術の細かいニュアンスまで理解できているんだ。スペイン、日本、コスタリカをどう見ているか。ドイツはカタール W 杯で、日本、スペイン、コスタリカと同じ組に入りました。この E 組をどう見ていますかドイツとスペインがグループステージ突破の有力候補であることは間違いない。ただし、日本とコスタリカにもチャンスがある。 どちらもサプライズを引き起こすだけのポテンシャルがある。もう一つのインタビューで言ったように、今回は W 杯直前の準備期間が10日間ほどしかなく、どのチームも準備に難しさを抱えており、波乱が起きやすい大会になるだろう。それがい、e、い組で起こっても不思議ではない。アドバタイズメント、アドスバイ、スペインは非常にビルドアップがうまいチームです。あなたのドイツ代表監督時代、 スペイン相手にハイプレスを仕掛けたところ、完全に裏目に出て0対6で負けたことがありました。日本はスペイン相手にハイプレスを試みるのは無謀ですか私の個人的な意見では、日本は自分たちの長所に目を向けるべきだと思う。日本の強みは規律ある組織的な動きだ。しっかりとコンパクトな陣形を作り、相手にスペースを与えず、カウンターを狙うのがいいと思う。 スペインにボールを持たれても焦らずに守れば必ずカウンターを仕掛けられるチャンスが来るその時に日本人選手の武器であるスピードを生かして一気にゴールに迫ればいいあとはいかにゴール前で冷静になってシュートを決められるかだレーブの視点では対スペインの攻略法はカウンターにあると見ているマルシー・マーク・キイチ・マツモト・ジンパ スペインとの対戦は辛抱強さが鍵だ。アドバタイズメント、ボールを持たれても焦らないことが大事なわけですね。スペインはなるべく早く先制点を決めたいと考えているだろう。それを逆手にとって無失点の時間をなるべく長く続けて、相手に心理的なプレッシャーをかければ隙をつくチャンスが出てくる。辛抱強さが鍵だ。コスタリカについてはどう見ていますか グループの中のアンダードークだが逆に言えば彼らは失うものがないゴールキーパーのケイロルナバスを中心にゴールを守り不気味な存在になりそうだ遠藤鎌田原口についてどう見ているもう一つのインタビューで日本代表のチームとしての印象を聞きました遠藤郷鎌田大地原口元気など個人についても聞かせてください